るため期待してるよ。栄養を補給できる材料で、さらに流水通過率が小さく、通風精度に優れ、何年かもハロゲンフリーで対応できるメリットを持つことから、バッテリー周辺部材としても期待されています。水素作るのも大変。ポリプロピレン自動材料サーリアはアメリカで独自技術を用いて技術開発をしており、北米での市場シェアはナンバーワン、製品品種のコストダウンに貢献します。さらに軽量化支援技術として、独自 CAE を駆使して樹脂部品の最適設計を支援しています。繊維配合を考慮したり、専用材料モデルで精度を高めています。またアモテック設計は CO2 ガスを活用した軟性系材料の薄肉社長に貢献しています。続いて環境・塗装レス分野です。旭化成の ABS 樹脂スタイラップと特殊アロイのエステロイからは、環境に優しいをキーワードに2点ご紹介いたします。まず1点目は、クローム酸を使わないメッキ技術です。旭化成と社内のメッキメーカーおよび薬品メーカーは共同で開発を進めています。そして2点目が、自動車車室内の漆黒パーツを無塗装で実現する塗装レス用材料 ATHC です。比較ツヤのある黒を無塗装で実現いたします。ポリアセタール樹脂テラックでは Z シリーズによりフォルムアルデヒド発生量の大幅な削減を実用電コードが持つ、アクリル樹脂ネルペットではその特性を生かして無塗装外装部品の実現と、耐熱温度の要求が厳しい内装付けハードコードレス超耐熱ブレードをご紹介しています。造形に補強型の複雑性リラクトなファン企業は、高い流動性と射出性への形状自由度や生産性の強みを合わせ